はい、こんにちは、アナちゃんです。今日は水曜日、面白福祉の時間です。今回はですね、強風の日の全盲の人の歩行についてお話ししたいと思います。先日台風の日に、ツイッターを見ていましたら、やっぱり視覚障害者の方で、強風の時に、迷っているような視覚障害者を見つけたら、もし余裕があったら、声かけてください、ね、方角を見失っている可能性があるのでっていうね、そんなツイートを見ました。そうなんですね。この、私たち視覚障害者にとって、風というのも結構ネックになるんですよね。私たちは、杖からのその感覚とか足の裏の感覚っていうのも、かなり頼りに歩いているんですが、耳ですね、耳ももちろんすごく頼りにして歩いてるんですよ、実は。で、例えば音の出る信号機じゃない音の出る信号機がない交差点とかね、信号とか渡る時とかは、その車の往来の音とかを頼りに、青になってるかな、赤になってるかなっていうのを判断したりとかしますし、これ穴沢くん人形ですけど、こうやってね、歩いてて、例えば、どこかを横に曲がるっていう時に、見える方にはちょっと想像しにくいかもしれませんけど、こうやってずっと歩いてますでしょ。で、あ、ここだな、右に曲がるのはって思えるのって結構ね、音でわかるんですよ。って思いますでしょ。音がしてるわけじゃないんですよ。音がしてるわけじゃないんですけど、道の切れ目とかってね、音の響き方が変わるから、あ、ここが道の切れ目だってね、耳で結構わかったりするんです。で、そういう微妙な音の変化っていうのが、風が強く吹くとね、わからなくなっちゃうんですよね。で、あともう一つ、こう台風ぐらいの強風になると少しこう体煽られるじゃないですか。煽られるとこうまっすぐって思ってこう歩いてる感覚がこう少しこうね、軸がブレるっていうんですかね、そうなってこう気がついて歩いてるとすごく曲がって歩いてしまってたりとかっていうこともね、あるんですね。で、ましてはこの台風だとこう雨も一緒に来るので、ますます音が分かりにくいですよね。ということなので、強風の時っていうのは、もちろん外出ね、極力控えるようにはするわけですけど、やっぱり仕事なんていうとね、外出せざるを得ないですから。強風の時の私たちの歩行っていうのはですね、そういう意味ではかなりリスクのあることなんですね。実は私も台風の日にやっぱり演奏で、出かけて、コテンパに道に迷ったことがあります。それもね、結構家の近所だったりして、全然何でもない道だったりするんですけど、迷ってしまうとかいうことあるんですね。なので、強風の、全盲の日の結構リスクがあるんですよ、ということで覚えていていただければと思います。よかったらチャンネル登録もお願いします。アナちゃんでした。